似た話聞いた、あのあれですよ、あの、うん、ベビーメタルのスーちゃん、はい、ボーカルのスーちゃん、はい、もう全力なんですって、うんうんうん、あのできないんですって調整が。へえ、そうなんですか。そうそうそう、あのダンスの先生が、みこ先生がインタビューで言ってたけど、うんうんうん、そのタイプですね多分。もうめっちゃすごかったですよ。ちょっとあ天才肌、喋ってるところ見たことないですけど、うん、そういう感じがパフォーマンスに出てますよね。だってライブ MC ないんだよ、うん、ほとんど、うん、え、そうなの。そうだよ、ほぼない、ほぼないんだよ、うん、いやでもすごいなんかお客さんを引きつけてる感じがありますよね、うん、あのいやすごいよ、うん、目からもういろんなパワー、目からすごいマジかっこよいっすよ、うん、見に行ったんだもんね。行きましたよ、めっちゃ良かった。見に行きました、行きましたよ。めっちゃ良かったですね。ねえドーム、うん、ドーム、あんなにここに、うん、あのタトゥーとか入ってる方々を目の前に、うん、よくあのパフォーマンスで引きつけられるなと思いましたよ。すごいね、かっこいいです。めっちゃメタル、ね、世界ですよ、うん、世界これも初めて見たんですか。はいはい、初めて見ました、うん、東京ドーム、東京ドーム、ね、刺激が強すぎましたね、東京ドーム一発目確かにすごかったです、そう、そこと、そこと似てるかもって、リーダーが違う、似てない、どうなんでしょうね。スーメタル の, その実際の裏は分かんないから何とも言えないんですけど、うん、でもリーダーは抜けてるのにまっすぐですから抜けてるのにいいバランスだよね。そうだね、うん、うん、いいバランスだね、いいバランスだよね、うん、そこも江島らしさということで。そうですね、はい。